こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、公開ウェブ相談です。今日のご相談はユーミンさんですね。ユーミンさん可愛いんですよ。可愛いんですけどね、可愛いくせにね、可愛いくせにっておかしいけど、4人のお子さんのママなんですよ。見えないですよ。もうそれ見ただけでも、ユーミンさん見ただけで、わあ、こんなに綺麗で4人の子持ち、かっこよーって思いますよ。頑張れんでいいね。さあ皆さん、どんなユーミンさんが出てくるか、はい、呼びますよ。さあ呼んでみましょう。ユーミンさん、こんにちは。こんにちは。コッパだからめっちゃプレッシャーかけた。はい、本当にやめてください。YouTube 見てる皆さん、可愛いでしょこれ。いやいやいや、この可愛さでですよ。6歳、4歳、2歳、0歳の4人の子供のママなんですよ。すごい、見習わなあかんね。ね、あの子だくさんのママ代表としてね、やっぱね、子だくさんのママがこうやってあのちゃんと自分を磨いているっていうか、可愛い姿を保とうと頑張ってるっていうのはめっちゃ嬉しい。うん、すごく嬉しいです。頑張ってるってね。どう、ユミさん、あのぶっちゃけ自分磨き頑張ってる。可愛い。頑張ってない。なんかやっぱ保とうとはしてると思います。しようとしてるね。はい。これが大事なんですよ。これからも頑張っていくとこはね。はい。ちょっと話は聞きましたけども、はい、子だくさんということでね、4人もいたらいろいろ大変だと思うんだけども、どんなことがなんかこうしんどかったり、つらかったり、もやもやしたりっていうのはあるのかな？はい。どうぞ。年齢が、まだみんな、ね、近くて、まだ幼いっていうことで、周りの人たちから、結構年齢が近いから大変だねとか、想像を絶するわとか、私には無理だってすごい大変だねって言われることが多くて、そうやって言われるたんびに、大変だけど子供たちは可愛いし、大変なことばっかりじゃないんだけどなって、幸せなこともたくさんあるのになって、ちょっとなんかモヤモヤしてしまうことがあって、でそんな中、実の母親からもみんな年齢が近すぎるわってちょっと説教っぽく言われてしまったことがあったんですね。でも私は結婚する前から4人子供は4人欲しいなって思っていて、産むなら若くて体力があるうちにって思ってたので、あんまり間隔は空けないでみたいなって考えていて、でありがたいことに本当に子宝に恵まれて4人のお母さんになることができたんですけれども、なんか周りの人から大変大変って言われるたんびに、なんか私はそんなに大変なことをしてしまったのかなって、なんか間違ったことをしてしまったのかなってだんだん思うようになってきてしまって、で余裕がない時とかはやっぱりもう少し年齢の間隔を空けるべきだったのかなって、なんかもうちょっと間を空けてあげたら一人一人にもっと手をかけてあげることができたのかなって思ってしまうことがあって、でも4人の子を産んだことは全く後悔してないし、むしろ今の子供たちが一人でもいない生活なんて考えられないんですけれども、年齢を近くして産んだことをもっともっと前向きに捉えて子育てをしていきたいなって考えているので、久子さんからのアドバイスをぜひいただけたらなと思って、今回メッセージを送らせていただきました。はい、ありがとうございます。地域にもよるんでしょうね、きっとね。で私、この間まで大阪にいたんですけど、大阪なんかは子供4人って言ったら、もうびっくりされる。って3人でもびっくりされる、すごいって言われる。こんなところになるんですけど、さあ1年前に沖縄に引っ越してきましたけど、沖縄で子供4人、31歳、子供4人、ふん、5人3つって言われます。あー、びっくりするよ。沖縄20代半ばぐらいで4人5人の子持ちなんかザラにいる。子供3人は普通っていう。そう、だからこんなところに行くと、なんか私すごい子だくさんやと思ってたけど、いや 別にみたいな、なんか感覚がありますよね。
とかにもよるんかな、周りのそのね価値観っていうか感じ方っていうのも本当に変わるのかなっていうのはあるんですけど、ね、で私も最初5人うちは年子やったんですよ。5歳4歳3歳1歳0歳やったかな、うん、だから小学校じゃ年長さんになる時に5人目が生まれたんですよ。うん、ギュッて詰まってて、うん、でやっぱり周りからはいろいろ言われましたわ、うんうん、で当時20代やったし若かったし、まだそのね大変さっていうもののもっと現実が見えてない、まあなんとかいけるみたいな、もう勢い、うん、ノリと勢いでいけるみたいな、うん、まあ、大変だろうけどきっといけるっていうね、なんかね、うん、あの根拠のない自信みたいなのがあって、うん、で特にあの幼稚園の送り迎えの集団登校 の、 その集まる場所に、私は20代で若かったんだけど、そこに40代前半のママさんたちが何人かいはってね、みんな第三子ちゃんね、うん、あの幼稚園やって年上でもお兄ちゃんお姉ちゃんが中学生とか、うん、そんな年離して産んでる人たちがいたんですよね。でそこで私が下の子たちを引き連れて幼稚園の送り迎え行ってたら、いつもその40代前半のお姉様方たちに、もう分かってないな、もう大きなったら大変やねんで、中学生ぐらいだったらあんたんとこなんて次思春期来て、もう考えただけでゾッとするわ、やれる？頑張りやマジで。まだ見えてないと思うけど、ほんまに大変やで。覚悟しときや。もう幼稚園の送り迎え、朝行くたんびにそんな説教されて、もうええって、もう分かってるし、みたいな。そんな感じで、こう、あの、がたくさんあったんですね。で、当時は、私、本当に、あの、まあ言おうとされてることは分かるけど、まあ、いけるよって、大変やろうけど、私はやってみせるとかって思っててんけど、まあ、実際に子供たちが、こう、中学生とか高校生大きくなってきた時に、あのお姉さんたちが言ってたことが、その時あ、こういうことやったんやって、その時に気づいた、うん、っていうのがあったので、その周りで言ってくれる方々、まあ、友達とかはね、実際あの羨ましいっていう気持ちもあったりとか、私にはできないなっていう、その言葉の裏にはいいなって、そういう経済力もあって旦那さんもいてね、お家もあって埋める体を持ってて羨ましいっていうね、うん、そういうこうちょっと妬みみたいなことも入ってくるやろうし、うん、それは多分こっから先もありますよ、ユミさん、それは覚悟しといて、妬みは絶対あるよ、あの前向きにだから捉えましょうね、きっとみんな言ってるのをそのまま捉えるんじゃなくて、裏があるなって、きっとその発言が出た本当の気持ちはどこかなっていうところに思いを馳せてあげれるようなゆとりを持った大人になっていてほしいなっていうのは一つあるし、で、あのご両親とかっておっしゃるのは、これは私もそうやったんですよ。もう5人目の時はまずもう、あの短期間やったけど感動されたもう、あれ知らん感動した、勝手にしなさい、はい、5人目の時に感動されて、で、もう座りでしんどかったから、とりあえずちょっと距離を置こうと思って距離を置いて、ただまあね、あのそのうち歩み寄ろう、体調良くなってきたら歩み寄ろう、で孫が生まれてきたら生まれてきたで可愛がってくれるのも知ってるから、まあ、とりあえずちょっと距離を置こうと思って、で落ち着いてからちょっとこう LINE 送ってみて様子伺ったりみたいな感じでやったことがあったんですけど、もしくはなんかこう命が生まれてくるっていうことに対して、私が娘が望んでそれを頑張ろうって前向きにやろうとしてるのに、なんで親がそれを足を引っ張んねんって、すごい悲しかったね、娘が頑張ろうとしてることを頑張って応援してくれたらいいのに、なんでそこでその私の生き方を否定するんやろうって、すっごい腹が立って当時。でも今から考えたら、お母さんが言ったことって、子供育てていて育てきってっていう経験を積んでる人生の先輩から見て、その中学生になった時、高校生になった時、年がで近くてみんな同性やったりとかしたらライバルになったりもするし、姉ちゃんできいいけど妹でき悪いとか、あの 弟めっちゃ男前やねんけど兄ちゃんはちょっとビジュアルだとか、そういうところでも子供たちは子供たち同士で比べてすごいショックなことがあったりとか、それに打ち勝たないといけなかったり、いろんなことがある、そこを親が全部繊細にフォローしていかないといけない、それがいかに大変なことで、人を一人育て上げるっていうことも、その責任も
ね、大きさっていうものはどういうことなのかっていうのをやっぱり育ててきているお母さんは見えたわけよね。だからこそ私がやってることに対しては甘い、何にも分かっとらへん、それを一生懸命こう言ってくれようとしたわけですよね。でも私は若いから分かんないと言われても響かない、うるさいってなったよね、今やったこそそのお母さんの言うことが分かるけど、そんなこともありましたね。できっと年が近いからってこういろいろこう言われたりっていうのはあるけれども、実際大変やしさ、でも、きっとここから先ユーミンさんが大変なんだけど一生懸命、でもお母さん私幸せやねんって、恵まれてこの状態で大変やねんけど、私こんなに今幸せにやってるからっていうことをこうお父さんお母さんにこうユーミンさんが見せていくっていうことをすれば、もちろん親として一番何を求めてるかって言ったら、娘がやろうとしてることを足ただ引っ張りたいわけではなくって、娘にユーミンさんに幸せになってほしいわけよ、親は。可愛い可愛い娘に苦労させたくないのよ、ただそれだけやねん、頑張ってるよ、幸せに、と見せていけば、もちろん親はあ、なんだかんだ言って失敗したけど、あの子が幸せにやってるから、その姿見てるから OK やんなっていう気持ちになっていく、それをしっかりこう見せていくのが親孝行、一番の親孝行なんかなっていうふうには思いますね。ほんまにだからこっから先、めっちゃいろいろあると思いますよ、言われますよ、でもこれは子だくさんでも言われるし、一人っ子でも言われるのよ、うちもあった、ほらあそこ子供いっぱいいるやんか、産み捨てやん、だからさ子供あんな問題起こしてさ、親何も出てけえへん、結局あれいっぱいいっぱいでさ、子供一人ということ大事に見れてないやん、産みっぱやんみたいなことを間接的に耳に入ったこともありました。あとはブログで、過去にブログでコメントをかけたんですよ、当時そこにこんなにたくさん子供を産んでありえないと、無責任極まりない書かれて、できっとあなたの子供が大きくなった時にきっとこういう人たちが犯罪者になるんだよねって書かれたんですよ、すっごいショックだったけど、でも世の中の社会のその何やろな捉え方っていうのはそれが当たり前なんよね、そうやって批判されたりとか否定されたりっていうことがある、それでも私は産みたかったのか、それでも私は育てていこうって思ったのか、それでも私は幸せなのか、そこに影響されずに自分軸をしっかり持てるんやったら4人の子育てはハッピーになるよ、そこにいちいちグラグラ、その強さは必要や、私はようやくそれはその人もそうかもしれんけど、ユーミンさんは今一生懸命や、まあ、もちろんいろんなところで助けてもらいながらやと思うけど、一生懸命やってる、やれてるし、子供たちはすくすく育ってるし、それでいいじゃないですか、大変なこと本当にいっぱいあるけれども、でも私はやっぱり今、これ12人まあ最初は私も5人と思ってたんですけどね、気がついたら12人になっちゃったけど、でも12人産んで後悔してるかったら後悔は全くないんですよ、これで良かったと思ってる、やっぱりね、産めばいいっていうことではないけど、たくさんの経験を積んだからこそ見える世界がやっぱりあるのね、これは子供一人二人の世界では見えなかった世界やと思ってる、それを見せてもらえたっていうのはありがたかったっていうふうに思ってる、なのであるからさ、一人っ子やったら一人っ子で、ほらあそこの子一人っ子やるか、だからなほら過保護やん、だからあの子あんなわがままやねんって言われるんですよ、そういうのも入ってくるんですよ、だから一般的な兄弟で普通の4人家族みたいなやったら何も言われへんねんけど、そこからちょっとこう標準って言われるところから少しでもこう逸脱してるともう叩かれるのよね、大多数が少数派を叩く日本の文化かな、って思います、そうそう、だから自信持っていこうよ、ね、ですね、はい、そうですね、自分が決めたことだし、本当に大変だけど、でも子供たちにすごい自分も成長させてもらえてて、本当に感謝、もう生まれてきてくれてありがとうって思うので、周りの言葉とかは気にせずに自分をしっかり持って子育てを楽しんでやっていきたいなって思います、いいと思います、一人一人に手をかけれないというところなんですけどね、いや実際そうなんですよ、かけれない日本しかないからね、みんな同時にまあまあって言って、もう聖徳太子の耳を持ってへんかったら無理なんでね、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ほな
こっちがもう言うこと忘れたって言って、大した話じゃないわ、また思い出したら言ってみたいな、そんなんで彼たちもやってるけども、うん、あのね、長い時間をかけて一人の子にずっと関わってることがいいことであるかったら、それは実は違うんですよ。これも私長いその時間をかけて気づいたことなんだけどね、子供ってね、力抜く場所が必要なのね、はい、ってなった時にお母さんの目がずっとこうやって向いてたら、うん、もうちょっと重たいってなる、ほっといてってなるんですよ。でついついこっちも口出ししたくなっちゃう。でもユミさんのところ物理的にそれ、うん、全部見切られへんし、まあそうですね。ほならそのマコちゃんこのとこに行ってる時に子供は、あ、よかった、ママ見てない、よかったみたいな、あ、バレてない、よかったみたいな、その逃げ道ができるわけ。一人の子が本当に来ました、しんどいことがあった、落ちました、私母親としてって落ちたことがあったと。だけどその時に残りの3人がいるわけでしょ、うん、そこで今度癒されるわけですよ、はい、ユミさんも。ママにとっても一つのことに没頭せずに逃げ道ができている状態、これは逃げ道があると自分のその気持ちとか自分のやらかしたこととかをママ自身も客観視することができるの。一つのことに没頭してるときは主観しか入らないから、客観的にその自分を見るっていうことができないのね。これ子供への関わりがすごく多いんです。だったら一つに没頭せず逃げ道をいっぱい作っておく、いろんな立場の私を作っておく。そうするとその逃げ道に逃げた時にふと冷静に客観的にあそこの時の私ってっていうことが見えたりするのね、うん、なのでどれもこれも中途半端で見切れてないっていう状態がある意味子どもたちにとっても親にとっても親子関係にとってもベストかもしれないっていうのは、今12人目を育てていてめっちゃ感じることです。中途半端でええと思う。で中途半端にしかできてないって言われても、ですよね、中途半端をあえて選んでます私ぐらいの、うん、一人一人に、ね、まあ、5分10分でいいんで、1日に一人一人の時間を作ります。5分10分で十分です。一人だけの時間、その間はごめん、他向こう行っといて、って言って、うるさい、向こう行け、今はあなただけみたいな、この5分10分を必ず作る。でそれは、はい次の子みたいな感じで、今あなただけ、あんたも向こう行けみたいな、そんな感じで、あの2人っきりの子供の2人っきりの時間を1日5分10分だけ各自各一人一人と取る。それでもう十分だと思うんです。はい。猫に4人産んでよかったな。なんだかんだあるけど、自信喪失することもあるけど、でも今は私は幸せやし、この子たち一人一人いてくれてよかったなって思ってるし、大事に自分のキャパの中で育て上げていきたいなって思ってるっていう、その気持ちが根っこにあるんやったら、子どもたちはその気持ちを受けて育つから、もうええ子に育ちます。ゴールはええ子に育ちます。ゴールに行く過程はいろいろありますよ。そんな感じになるかな。そうですね、なんか今は大変ですけど、長い目で見て最後にみんな幸せになれたらいいなって思うので、あんまりいろいろ気にせずに今を大事にしていけたらな。で分かってくれてんやろ、うん、ありがとうございます。あの幸せとか、うん、あなたの物差しで測らないでよみたいな、そういうこともあの考えることがないというか、うん、言ってくれる人たちと同じステージで考えるんだけどね、うん、ユーミンさんもうユーミンっていう自分っていうだけに、うんうん、言われたら、は本当だねって言って流す、うん、いちいちそれに勉強されて、私やっぱり間違ってんのかなっていうのはいらない、うんうん、子供にしても、はい、子供持つ持たないにしても何にしても正解も不正解もないとかね、うん、はい、ふうに思います。ほんまもんの子だくさんの私から言ったら、子供4人なんて全然できるって、いや余裕でできる4人ですよ4人ぐらい回せるよ、まだまだ全然いけますよ、うん、なので、バタバタしてるぐらいの感じで親子にとってはちょうどいい頃合いなんかなと思う。米どんだけ炊くねんみたいになるけど、冷凍庫に必ず冷凍のおでんそう、いや楽しいですよ、貧乏ながらにもう愉快な我が家でええと思うし、
うん、海外旅行にとか言うてる友達がいる中で、年に1回の国内旅行さえもちょっとなみたいな、ごめんなみたいになるかもしれない。でもこう兄弟4人でも飲んで、でそんなんだけでも十分楽しいやろうし、旅行にね、あの大々的に行くことが幸せだった方でもないしね。うん、もう子供4人おったら、山行こうかとか海行こうとか川行こうかみたいな大自然のとこにホイって子供たちを掘り込んどいたら、俺らも子供4人でコロコロ遊びますからね、楽しかった。そうですね、全員かなり寝てますけどね。そんなんなるし、そんなんじゃなければできないことだし、ええこといっぱいある。前向きに。そうですね、うん、え、ゆうみさん、もう、はい、終わり？あ、もうそうですね、4人で終わり、はい、終わりに。わかんないですけど、わかんないですね。大きくなるまだ若いな。うん、まあもう4人も5人も変わってね。責任を持って子供を育てるっていう、その責任っていうのがどのレベルでどこを責任と捉えるのかっていうところかなというふうに思うんですよ。子供一人一人で向き合うっていうのはどういうことが向き合うっていうことなんかなっていうところ、うん、そこがしっかり見えてくるというのは私はいけると思う。頑張ってね。ありがとうございます。大変だけど不幸じゃないよね。大変だけどね。はい、大変だけどって言えるように、そうそうそう、そうだと思います。しっかり育てます。これほらもうユーミンさんとこう性別もバッチリじゃないですか。男2人の女2人めちゃめちゃ上手いこと言って、はい、すごいで、ね、幸せやね。はい、今日は聞いてたりないですか。なんかこういう時はどうなんとかないですか。大丈夫、どうなるかな。その周りの人から大変だねみたいな、もう地獄だねみたいな言われることがあるんですけど、そういう時結構ショックを受けてしまうんですけど、どういう風に返したらいいかなって。全然大変じゃないよっていうのは嘘だし、実際は大変だからうんって言うんですけど、どういう風に、なんか、いや実際でも地獄やと思うんでしょ。大変やけど地獄ですか、今の生活地獄だと思う。地獄ではないけど、やっぱりでも本当に余裕がない時とかはなんか、ああもうってなんかなんでこんなことしてるんだろうみたいなっていう風に思っちゃう時はあって、うん、それ以上に本当に幸せなこともあるし、子供たちからいっぱい元気をもらえることもあるので、地獄かって言われたらそれは違うとは思うんですけど、強めに言われることがある。うん、育てて多分ね、子供一人であっても4人であってもね、うん、子供を育ててるっていう時点でね、多分地獄なんだと思う。思い通りいかへんし、ね、4人は4人で大変やし、1人は1人でも子供がいるっていう時点でやっぱり大変だし、子供を育ててるっていうこと自体、うん、まあ、ある意味地獄なんやと思うよね。なので大変か、そうなんですよ、大変なんですよ。地獄っちゃ地獄の日もあるんだけどね、もうその地獄も含めてね、私も幸せなんですよねって言ったらいいやろうし、うん、確かにある。でもあの幸せな日もあるんですよねって、このなんかもうこんなジェットコースターみたいな、この起伏の激しさが性に合ってるみたいなんですよ、意味わかんないでしょとか言って、うん、実際そんな感じ。なるほど。うんうんうん、そう、本当そんな感じですね。そう、私もだから12人でもうドン引きされますけどね、本当にあの、えみたいな、意味がわからんとか言われたりとかしますけども、もうね、ですよねみたいな思うもんね。一般に考えてですよねって思うけど、でもまあ大変だから、ね、を選んでるわけだから、あなたにとやかく言われることでもないです。ですよね、異常ですよね、私ね、もう変な人でしょうって言って終わってますよね。うん、お座ったって僕やめとけばよかったとか思うこともいっぱいあるし、思ったらその人に、よかったわこんだけ産んでって思ってる時もあるし、もう自分の気持ちももうこんなんよね、うん、これはきっとだから子供を産んだ産まなかったっていうところで、一人でも産んでよかったっていう、産まなければよかったっていうのもあれば、これ一緒や、子供の気持ちという話ではないわ、うん、なあ、えこちゃんよ。まあそんなことで、ね、あの前向きにやっていきましょう。うん、はい、さんが大変だけど、はい、それでいい。はい。
コロナありがとうございます。沖縄おいでよ。沖縄来たらびっくりするよ。もっともっと若いママが4人5人パパ引き連れて歩いてますよ。いっぱい歩いてます。ね、うん、あ、そうなんですね。うん、落ち着いたらぜひぜひ。はい、はい、遊びに行きます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、こう YouTube を見てくださってる中にはきっと子だくさんのママでね、同じようなことで自分で選んだ道やけどこれでよかったんやろうかみたいな、私のエゴやったんじゃないだろうかと悩んでるママさんたちいっぱいいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけどね、まあ悩んでいいと思うんですよ。正解なんかないしね、私たち感情を持ってる人間だからね、悩みつつもでも幸せやなって思えるその瞬間があるんやったらそれで OK なんかなっていうふうに思います。人生1回しかないからね、だったらいろんなこともうこれでもかっていうぐらいいろんなことを経験した方が楽しいじゃないですか。私はそんな風に思っているので、12人産んでありえへん、信じられん、せやろ言われたとしても、私はジェットコースターの人生を選んだのでふふふみたいな、変人でもういいんですみたいな、そんな気持ちでね過ごしていますけどね、はい、それぐらいの強さを持って子だくさんを選んだからにはやっていってほしいなっていう風に思います。12人目産んじゃいました。助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。頑張らんで適当で、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆみさん頑張ってね。頑張ってね。楽しもうね。はい、失礼します。はい。